はい、ハースさんチャンネルです。お疲れ様です。今日はね、これからシグマ自動車さんでアルファ147の1年点検ですね、やってもらいに行きます。まあ、なんたって無料でやってくれるっていうね無料に弱いですよね。無料に弱いんで、特にね、やばいなっていうところはとりあえずはないかなと思うんだけど、バッテリーがねちょっと弱ってるかもしれない。エンジンの始動時にちょっともたつくんですよ。ちょっともたつくんで、多分ね、交換して1年半ぐらいかな、ボッシュのバッテリーに交換してそんなに経ってないんですけどね。まあちょっと乗らない何日か乗らないとか、そういうのもあるかもしれない。何日かだからかな。到着です。さてさて、今日は暑い。到着です。じゃ行きますか。よいしょ。相変わらず駐車が下手です。どうでしょうかね。よいしょ。ゴクゴクで。では点検開始ですかね。
点検が終わりました。バッテリーがね、死んでましたねバッテリーやっぱり死んでるっていう。あと、リアのワイパーゴムか、その2つがちょっともう要交換っていう感じで、バッテリーはもうしょうがないな、やっぱり変えるしかないな。98,000、全然走ってないね。98,000キロ、まあこんなもんでしょうかね。バッテリーは変えますわ。どうもありがとうございました。よし、バッテリーダメですね、やっぱり。バッテリー古い。いや、ボッシュのいつ1年半ぐらい前かな。古いっちゃ古いけど、でも1年半ぐらい。あとはもう充電とか、あとは持って、あまりそんな距離持ってないですね。そうなんですよ。本当に買い物ぐらいしか行ったらいいからで、まあ、エンジンかけられるときは長めにかけるんじゃないですか。そうですね。もう死んじゃってるバッテリー。あ、テストの紙ございます。はいはいはい、すいません。完全に死んじゃってるのかな。だったらこれ交換しないといけないけど。あ、本当は要交換なってるんですけど、はい、ここのバーが黒くなってくるんですよ、充電状態良くなって、はいはいはい、それもうほぼ白いので、うんうん、まあ、充電状態としてはもうほぼあんまりされてないような状態ですね。で、例えばこの辺まで来て、例えば要充電ってなれば、うんうん、まあ、充電ちょっと走るか充電すれば伸びてくる、うんうんうん、今はもう白くなっちゃってて、うん、要バッテリー交換ってことは、まあ、よろしくないですね。もうダメだ。ただ新しい、まあ、比較的た、まあ、1年半とか2年ぐらいですね、うん、ただまあ充電とか走ってるうちに回復してくるかもしれないですけど、はい、ただ通常ここまで白くなってくると、例えばどこかで買い物行って止めてかけるときに、うん、その時にちょっと上がってバッテリー上がってたので、あ、可能性があると。可能性がある。あ、じゃあもう交換します。わかりました、ありがとうございます。もしくはもうちょっと預かって、はい、一日中休むとか、それ回復すればまだ使えるかも。あれはバッテリーの、 あのインジケーターの色は、インジケーターの色は当てにならないんですか、あれは。これ見ちゃうと、そのまあね色がどうのこうのじゃないね。結構揺れたりとかすると白っぽくなって緑っぽくなったり、ああ揺れたりする。はい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 、はい、で、もしかするとちょっともう白とかになってるかもしれない。充電状態と緑っぽい、うんうん、わかりました、ありがとうございます。すいません、どうもありがとうございます。さて、じゃあ帰りますかね。よいしょ。バッテリーはやはりお亡くなりになってらっしゃるようで、突然死もあり得ますね。さて、では帰ります。あっちからエアコン入れよう。まあちょっと時間も早いんで、飯でも食って、時間が早いっていうかちょうどぐらいか、飯でも食って帰りますか。というわけで、指摘されたところは2点ですね。
バッテリーの寿命と、あとリアワイパーの、確かに俺そういえばフロントのワイパーのゴムは交換したんだけど、リアワイパーのゴムは交換してなかったっすね。バッテリーは本当に、でもどうなんだろうな、エンジン前死ってのもあるからね。一応でもあんまり乗ってないから多分充電されてないんじゃないかなと思うんだけど、出先でバッテリー上がりとかちょっと難しいしな。もう次は韓国製とか安いやつでいいかな。いいバッテリー買い交換してもすぐダメになっちゃうんだよな。俺の使い方が悪いんだろうか。まあでも言われたのが2点2つだけ。まあバッテリーもどっちかって言えば消耗品じゃないですか。消耗品なんで、まあそれはしょうがないかな。どっか壊れてるとかって言うんだとちょっとまずいなと思う。まあ、消耗品の交換時期ですねっていうのか、まあそれはしょうがないというところですかね。今日の昼飯はどこにしようかな。ここですわ。今日は何を食おうかな。ラーメン。